タイタニック号に乗船していた犬たち、右後ろにいる大型犬がおそらく、アンエリザベス・アイシャム所有のグレート・デーン。1912年本校では、諸女公開中に氷山と衝突して1912年4月15日に、沈没したタイタニック号に乗船していた動物たちについて記述する。タイタニック号には、犬、猫、鳥、鳥類などが、数多く乗船していた。 そのうち事故から生還したのは飼い主によって保護されて救命ボートに乗り込むことができた3頭の犬のみで、他の動物たちはタイタニック号と共に行方不明となった。タイタニック号に乗船していた動物たちについては様々なエピソードが語り伝えられ、それらを題材としたフィクション作品も存在する。タイタニック号にはジェニーという名のメス猫が船乗り猫として乗り込んでいた。 この猫には以前タイタニック号の姉妹船、オリンピック号に乗り込んでいた時に、ソレント海峡で巡洋艦ホークとの衝突事故に遭遇したが生き延びた経験があった。タイタニック号がサウサンプトンから諸女公会に出港する一週間前、ジェニーは一服の子猫を出産した。ジェニーと子猫たちは、オリンピック号からタイタニック号の船乗り猫として、転属となった。ジェニーと子猫たちは、 タイタニック号の調理室に住んで残飯を餌として与えられ、出没するネズミ退治に能力を発揮した。ジェニーは調理室の皿洗いスタッフを務めるジムという男性に懐ついていて、彼のそばに子猫たちを寝かせていた。客室係のバイオレット・ジェソップは、ジェニーは常にジムの賛同を求め、そしてジムの方も常に温かく献身的な愛情を注いでいましたと後に書いている。 ジムと猫たちはタイタニック号の沈没に巻き込まれて行方不明になった。タイタニック100年目の真実の著者、チャールズ・ペレグリーノはバイオレットから見たジムの人柄について、たとえ救命ボートに近づけたとしても、自分のことはそっちのけで、ジェニーと子猫をバスケットに入れて女性か子供に託し、それが彼の見せた最後の優しさになったに違いないと記述している。犬たちは、 乗客のペットとして共に乗り込んできた。一等船客の一部はおそらく乗組員の目人の元にそれぞれの船室に犬を連れて行ったが残りのほとんどは船上の F 看板に設置された犬小屋に収容された。船大工のジョン・ハッチンソンは犬たちの快適な生活に対して責任があった。犬小屋に収容された犬たちは客室係かベルボーイのうち一人に連れられて 千尾郎甲板で毎日運動していた。小型の愛眼犬に対して、一等戦客の一人で、アメリカ合衆国の巧妙な画家、フランシス・ディビス・ミレットは、タイタニック号の最後の停泊地となった、アイルランドの港町クイーンズタウンから否定的な感情を込めた手紙を書き送った。愛犬危機を連れたジョン・ジェイコブ・アスター4世と、妻まで臨犬の飼い主たちは、4月15日の朝に、 タイタニック号の戦場でドッグショーを開催する計画を立てていた。しかし、タイタニック号はその前日の4月14日深夜に氷山と衝突し、ほとんどの犬たちは船と共に北、大西洋の海底に沈んでいった。タイタニック号に乗船していた犬のうち一部については詳細が記録されている。タイタニック号にはさらに多くの犬が乗り込んでいたと推定されているが、 その犬たちは事故の犠牲となって詳細も不明である。その点ではワシントン出身の両見取引人、クラレンス・ムーアが購入した100頭のイングリッシュ・フォックス・ハウンドは幸運であった。ムーアはワシントン、タイタニック号には犬や猫と同様に多数の鳥が乗船していた。ニューヨーク出身の一等船客、エラ・ホームズ・ホワイトという女性は、 オンドリとメスドリを合計4羽連れていた。エラ・ホームズ・ホワイト所有の鳥たちは、海観般の犬小屋もしくはその近くで飼われていた。エラ・ホームズ・ホワイトは、品種改良に取り組むために、この鳥たちをフランスから輸入していた。もう一人の女性も、30羽のオンドリを連れて、乗り込んでいたという。二頭船客のエリザベス・ラメール内は、カナリアを1羽連れていた。 タイタニック号の最初の寄港地シェルブールで、この港で下船する乗客と共に、犬ニとカナリア1羽が船を降りた。動物たちは、それぞれの飼い主が各自の乗船切符代を支払った上で、タイタニック号に乗っていた。シェルブールで下船したカナリアさえも、その飼い主が25セントの切符代を支払っていた。当時の他の多くの船と同様に、 タイタニック号にも多数のネズミが生息していた。事故前の夕方にネズミのうち一匹が三等船客の食堂を横切って駆け回っているのが見られた。この時人々はダンスパーティーを開いていて、その最中にネズミが騒ぎを起こしたのだった。ネズミを捕らえようとした男性が失敗して取り逃がすのを見た女性のうち数人が急に泣き出してしまった。 タイタニック号に乗船していた動物のうち、極少数の犬だけがこの事故を乗り越えて生還した。生き残った3頭の犬はいずれも小型犬で、飼い主によって保護されて、救命ボートに乗り込むことができた。マーガレット・ヘイズは愛犬のレディを毛布の中に包み込んで共に、救命ボート7号艇で脱出に成功し、この犬は1919 19年まで生きながらえた。カルパチア号の船内では、 レディは幼いナブラティル兄弟の良い遊び相手となった。ヘンリー・スリーパー・ハーパー夫妻と夫妻がカイロで雇用したエジプト人男性の通訳はソン・イースセンを連れて救命ボート3号艇に乗り込んだ。エリザベス・ロス・チャイルドのポメラニアンも飼い主と共に救命ボート6号艇に乗り込んだ。カルパチア号が救命ボートから乗客たちを救助したとき、 最初はこの犬も一緒に連れて行くことを拒否された。エリザベスは犬が一緒でなければ救命ボートから降りないと主張したためカルパチア号の乗員は折れて犬の同行を許可した。ただしエリザベスが犬と共に生還したことは彼女の夫マーチン・ロスチャイルドがタイタニック号と運命を共にしたという事実のために公表されなかった。この犬の辿った運命については 謎が残っていた。エリザベスの子孫は他の犬と争いになって殺されたと主張していた。1995年のアーギトシンガーとエリソンの記録によれば、犬はニューヨークへ到着した後、ドックの混乱の中で馬車に惹かれて死んだという。ヘレン・ビショップは、戦室内でフラウイコールフラウを見捨てざるを得ず、その事実は彼女の残りの人生に大きな悲しみと苦悩を残した。 彼女と夫のディッキンソン・ビショップは、新婚旅行中で、タイタニック号での旅はその最後を飾る素晴らしい思い出になるはずで、しかもヘレンは妊娠中の身であった。フラウイコール・フラウはヘレンを生かせまいとして、その歯で縫い目が裂けるほどに、彼女のドレスにしがみついた。後にヘレンは、フラウイコール・フラウを失った悲しみについて、証言している。私は子犬を失い、 とても傷つきました。私はフラウイコールフラウがどのように私の服を引っ張ったか決して忘れません。あの子は私と一緒にいたかったのです。タイタニック号が沈没に至るまでのわずかな段階において犬小屋に繋がれていた犬たちは鎖から放たれた。沈みゆく船の上では傾斜を増しつつある甲板を走り回っている犬たちの姿が目撃された。 ロバート W ダ,ダニエル所有のフレンチブルドッグは泳いでいる姿を目撃されたが結局行方不明となった事故の数日後に沈没現場近くを数隻の船が通りかかり無線通信によってタイタニック号の乗員乗客の遺体が漂流している位置を報告しその情報はケーブル不設船マッケーベネット号による遺体収容作業に役立った客船ブレーメン号は 国威42度00分、整形49度20分の会場に約100名の遺体が漂流していることを報告した。プレーメン号の乗客、ジョアンナ・スタンク・プ人はニューヨーク到着後に自分の目撃した悲痛な情景について次のような証言を残している。私たちは赤ん坊をしっかりと胸に抱いた寝巻き姿の女性の遺体を見ました。そしてそのそばには ふさふさした毛の犬を抱きしめた別の女性が漂っていました。なお、事故の犠牲となった動物たちにも保証金が支払われた。ウィリアム・カーターの娘ルーシーは、キング・チャールズ・スパニエルの保証金として100ドル。息子のビリーは、エアデール・テリアの保証金として200ドルを、ロンドンのロイド社から、それぞれ受け取った。ロバート・ダブル・ダニエルは、純血種のブルドッグの損失として750ドルを、 エラ・ホームズ・ホワイトは鳥の保証金として207.87ドルをそれぞれ要求した。ハリー・アンダーソンはチャウチャウの保証金として50ドルを見積もった。アン・エリザベス・アイシャム・タイタニック号に乗船していた動物たちについては様々なエピソードが語り伝えられている。その中でもよく知られているのは一等船客の女性が自分の愛犬を見捨てることを拒否してタイタニック号に残り、 自ら死を選んだというものである。タイム .com の特集記事やエンサイクロペディアタイタニカなど複数の情報源によればこの女性はシカゴ出身のアンエリザベス・アイシャムとされる。アンは愛犬と共にタイタニック号に乗船した。タイタニック号が氷山に衝突して沈没の危機が迫る中、アンの愛犬は大型犬だったため救命ボートに乗ることができず犬小屋に戻された。 愛犬が救命ボートに乗れなかったことを知ったアンは自らボートを降りて船に戻った。アンと愛犬はタイタニック号と共に海に沈んだ。アンはタイタニック号に乗船していた一等船客の女性たちの中で死亡した4人のうちの1人となった。なお、ジョアンナ・スタンク・プジンが目撃したふさふさした毛の犬を抱きしめた別の女性がアンであると推定する意見が存在する。 ただし、アンの遺体については、収容されたとする情報源と、行方不明とする情報源の双方がある。ノンフィクション作家の関やさこれは、アンと愛犬のエピソードなどをもとに、童話、タイタニックの犬ラブ氷の海に沈んだ夫人と、愛犬の物語を書き上げた。この童話は、タイタニック号に乗船していた、唯一の日本人乗客、細野正文の飛行ストーリーテラーとして登場させ、 幼い日の彼女が近所の老婦人から聞いたエピソードを成人になってから回想する形式をとっている。ただし、作中に出てくる愛犬と共に海に消えた女性は、アントワール・ニコラシカという架空の人物に置き換えられている。バイオレット・ジェソップは当時24歳で救命ボート16号艇で生還を果たした。バイオレットは1916年11月12日に、 ブリタニック号に乗船していて、食雷事故に遭遇したが、重傷を負いながらも生き延びている。タイムドットコムの特集記事によれば、ウィリアム・カーアッターは犬を心配する。子供たちに大丈夫だからと言い聞かせた上で、救命ボートに乗せたという。タイムドットコムの特集記事によれば、ジョン・ジェイコブ・アスター4世夫妻は、エアデール・テリアを2頭連れていたという。 AB タイタニック号を脱出したマーガレットは、事故で父と死に別れて保護者のいなくなった幼い、ナブラキル兄弟の面倒をカルパチア号の船内で見ている。ウォルターロードのタイタニック号の最後などでは、損一線の犬種をチンとしている。救命ボート3号艇は、タイタニック号の右舷側から海に降ろされたボートだった。右舷側で乗客の誘導を担当した一等航海士の、 ウィリアム・マクマスター・マードックは男性に対しても比較的寛大に対応し、ボートの定員に余裕がある場合は、その乗船を許可していた。ヘレンと夫・ディッキンソンは共に救助された。同年12月8日にヘレンは男の子を出産したが、その子はわずか2日後に死亡した。ヘレンとディッキンソンの結婚生活は、1916年1月に離婚という結末を迎えた。 ヘレンは離婚後わずか3ヶ月後の1916年3月16日に、自ら生涯を終えた。皮肉なことに、彼女の死亡記事を伝えた新聞の、同じ紙面には、かつての夫、ディッキンソンが3回目の結婚をしたという記事が、掲載されていた。AB 案の他に、タイタニック号の一等戦客で死亡した女性は、アイダ・ストラウス、エディス・エヴァンズ、ベシー・アリソンとその娘ロレーヌである。 エンサイクロペディアタイタニカによる遺体収容者一覧にはアンエリザベス・アイシャムに関する記述は見当たらない。同ウェブサイトの彼女自身の項目でも遺体未発見の胸の記述がある。細野の彦にあたるこの女性は関の旧知の仲間でもあった。偶然の機会に彼女が細野の彦であることを知った関は彼女をストーリーテラーとして作中に登場させた。 タイタニックの犬ラブ氷の海に沈んだ夫人と愛犬の物語の最後で、関は彼女に対する謝辞を述べている。実際のアン・エリザベス・アイシャムは、当時50歳の未婚女性であったが、作中のアントワール・ニコラシカは、当時54歳の未亡人という設定である。ありがとうございます。